僕が切ってあげるよ。徳川軍は食いついてくれた。さらに引きつけるのが我らの役目。この城は捨て、上田に引くぞ。兄上ならお見通しやもしれぬが。雪村様、上田への道は確保してあります。そこまでの道は切り開きますね。助かる。だが無理をするな。撤退する。簡単に城を捨てるか。中の狙いはやはり全然にしろ。土井師匠は抑えておくべきだ。さすがは兄上、迅速に兵を進められる。上田でベロ負けしたくせに証拠にもなく。徳川のオレ卑劣は覚えが悪いですかね。己ヘラス打ちを、あの者必ず打ち取ってくれる。情にこもった刃で我を撃てると思うか。俺は師匠と戦う気なんて。少子任の妨げとなる者は撃つ。少子答えろサスケ、今のお前の任は何だ。任を忘れた野良犬には我が引導を渡してやろう。行き場がないのなら私のもとにいればいい。俺は雪村様の忍びだ。ならば己が任を全うせ。はい。様の忍び目ざといな。
っとやっちゃって。道は開けたな。よくやってくれた。じゃじゃーん、雪村様の影武者2人ご用意しました。雪村が増えた。すべて討ち取ればよいのだ。開門。私は一人でも大丈夫だ。あの者らを守ってやってくれ。勇者守ってどうするんだよ。何言うとしょうがねえな、この人。影武者、むやみに攻めても雪村に時を与えるだけだ。雪村を知らぬ者に見分けがつくわ。敵将討ち取ったよ。はい、一丁上がる。どっちが本物だ。そうか、忍びが守っておる方が本物に違いないぞ。開門。じゃあ待って。そういうつもりじゃなかったな。じゃあ、ああ、踊りにはちょうどいいってことか。分かっている。この地を抜けるとしよう。開門。少しでも稼げばよい。サスケ、後ほど上立てな。はいはい、じゃさっさと片付けて後を追いますか。雪村、本気なのですね。トマスはここまでか。ヒデタラ様、思い直してくださればよいが。さて、私は上田に帰るけど、あんたどうすんの？俺も行くよ。
良い武器は良い品が入っております。ご武運を。